ジャンプ今日は何を教えていただけるんですか？今日は岐阜県選手権優勝者のチラマール一万梨林カレーに、はいはいはい、バルチャンスライスという技を教えようと思います。ああ、いやあれちょっとね、前からちょっと興味あったんですけど、はい、あれやりたいんですよね。なんかフォアだと、はい、どうしても打たなきゃいけないみたいなイメージがありすぎて、うん、リスクがめちゃくちゃ低いんですね、これ。そこで打ち込んじゃうと結構ネットアウトがしちゃうっていう。セミウエスタンぐらいで、セミウエスタンぐらいでやればいいの。やればワングリップで。オッケー、グリップチェンジなしで。グリップチェンジなし。なしで。わかりました。おい。おお、いい。いい。当たり熱いね。当たり厚くこう、そうそう。あ、確かに跳ねない。うん、でこれ確かに薄く持っちゃうと、薄く持っちゃうと切っちゃうね。ああ、厚く押す感じ。どっちかっていうとこういう高い球はこっちの方がいいっていう。じゃあジャンプさん、今日は何か教えていただけるんでしょうか？今日は一番弟子林カレー、岐阜県選手権優勝してるフォアのバルチャンススライス、あのバルタン星人がスライスやったら、あのバルタン星人チャンプがバルチャンスライスって言ったら、最初からこれ最初からやろ。最初から今の一回言ったじゃん、ほらだから緊張する。ちょっともう一回やりたい。チャンプの説明がクソなので、代わりにのダッチが説明します。バルタン星人がスライスを打ったようなイメージプラスチャンプということで、バルチャン、バルチャンスライスです。ではどういう時に使うのでしょうか？あれちょっとね、前からちょっと興味あったんですけど、はい、あれやりたいんですよね。なんかフォアだと、はい、どうしても打たなきゃいけないみたいなイメージがありすぎて、はい、なんかこんなようなやつ、バルタン星人みたいな。バルタン星人、そうそうそう、あれちょっと教えてほしくて。あれちょっと高い球の時に、はい、にちょっと相手を走らせて低い打点で取ら、代わりにノダッチが説明すると、フォアの高い打点でアプローチやチャンスボールを打つときに強く打ちすぎるとミスをするリスクがある。でも攻めたい、そういうときにスライスを使って相手を走らせてリスクを落としながら攻めていこうということです。グリップについて解説しているようなので聞いてみましょう。バルチャンスライスは、バルチャンスライスは普段こんな握りで、どんな握りなのかな、これ握りは厚いのか薄いのかちょっと分かんないけど。はい、分からないのでノダッチが説明します。チャンプはワングリップ、すべてのショットをセミウエスタングリップで打っているのでセミウエスタングリップとなります。イースタンより若干薄めのセミウエスタンくらいかなというところです。セミウエスタンぐらい、セミウエスタン、セミウエスタンぐらいで、セミウエスタンぐらいでやればいい。ワングリップで OK、 グリップチェンジなしで、グリップチェンジなしなしで、あ、セミウエスタンで。まあでも多分普通スライズするとき帰るよね、持ち帰るよね、コンチに。一般的な人は、一般的な、うん、そんな持ち帰る時間がもったいないんで、うん、そのまま行ってもいい。そのままからだからあれですよね、守備でどうしようもなく遠いところを使うってよりかは攻撃的に、まあ、ちょっと自分に時間があった時にやるみたいな感覚でいいですか？ちょっと攻撃的にいきたいってことですね。攻撃的に OKOKOK、まあ、やってみましょう。ちょっとやってみます。はい、はい、はい、弟子のナイスフォローが出たところでいよいよ本編に入っていきます。なお、バルチャンスライスの試合での実演動画や使うポイントについては過去の動画こちらで解説しておりますので、ぜひご覧ください。こちらは他にもチャンプの必殺技がたくさん収録しており、中でも特に地蔵チャンプ、ダブルスの時に心を無にして雲のような存在になり一切気配を消すという奥義がすごいので、ぜひこちらを動画説明欄に貼っておくのでご覧ください。それでは本編スタート。あれちょっと画面が切り替わらない、地蔵のように固まってしまいました。はい、今画面が壊れたと思った方、いいねかコメント欄で教えてください。それでは本編スタート。こう、ああ、なるほど。ああ、そうそう、あの辺にこう、あれの奥に狙ってこういう、うまい、でこう来ました、打ってそのままこうアプローチでボレー、あー、はいはいはい、したい感じですかね。ちょっと押す感じ、だいぶ押す感じ、形を作ってこう押す、押す押す、押しすぎてこうなるんですなんか押しすぎ感がある、ね、押しすぎてこう、こう、あー、はいはいはい、こういう感じでちょっと滑らせる、行ってこうで、この後押す、あー、なるほど、でこう、はい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 、ちょっとやってみてください。一番ね、僕下手くそなんですよ。はい、こう無理に強打してっていうよりかは、強打よりはこの確実に、ああ、そう、いい、おー、おー、セミウエスタン、ウエスタンで、お、いい、セミウエスタン、うん、セミウエスタン、いいと思う、いい、打って、あ、ダメダメ、あれあれあれに、
おいおいいいいいい、当たりは熱いね、当たりやすくこう、そうそう、確かに跳ねない、うん、でこれ確かに薄く持っちゃうと切っちゃうね、厚く押す感じ、横振りぐらい、横振りぐらい打った後は前に出たいですね、こう、はい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 、こうジャンボ来たで打ちながらこう最悪こうやって打ちながらまあ行きたいですね、もうボールなんかもう行く前提で、行く前提動きながら打ってもいいぐらい、そうそうそう、だからもうちょっと行きながら行く感じが一番いいですね、はい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 、そのままアプローチ行ってください、打って打って、あ、そう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 、パッパッパ、なるほどなるほど、こうでこうでこういう感じで、うめえ、下手すればそのままエースが取れるんで、打点はこういう感じだから、バルタン星人のイメージ、こうそれをそんなこう振り下ろす、ちょっと振り下ろすか、振り押す感じ、振り、左手はチョキの方がいいですか、チョキの方がいいね、チョキの方がいい、あーなるほどね、左手はチョキの方がいい、こう振るんじゃなくてこのままこういう押す感じ、こうはいはいはい、押す振っちゃいかん、あんま振るといかんから、左手チョキの方がいい、チョキの方が、あー分かりました、バルタン星人イメージして、分かった分かった左手がチョキ、バルタン星人とチャンプが合体してバルチャンスライスなんで、あそういうことな、あそういうことなんだ、そういうことなんだ、バルチャン、バルチャンスライスの由来はバルタン星人とチャンプが融合して、あ融合したんだ、バルチャンスライス、あ誰かがバルチャン星人って言っとったわけじゃなく、じゃなく、あ違う、バルタン星人とチャンプね、バルタン星人がこうやった感じがチョキのがチョキで、はい、あいい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 、なんかねチョキの方がしっくりくるかもしれない、チョキでこう、あこう本家は違うね、低くアレに、低くね、低くね、低くアレに打ちたい、普通に仕込むとこで打っちゃうからネットとかアウトしやすいんですけど、これはほぼほぼ確率的にはネットもアウトもし、当たるとしたら白帯ぐらいで、ミスは次で決めようかなみたいな、そうそうそう、だからリスクはだいぶ減って、で決まればいいし、最悪帰ってきても低いからなかなかパッシングが上がってくるけど、もしこれが普通にやるとちょっと若干とカウンターのパッシング食らっちゃうんだけど、これはボードパッシング上手い人以外は食らわないんで、ミスはリスクはめちゃくちゃ低いんですね、これ、そう、はいはいはい、そこで打ち込んじゃうと結構ネットアウトがしちゃうっていう、特に範囲が高い球はどっちかというとこういう高い球はこっちの方がいいっていう、深いこういうラリー、深いラリーでも深い時こう来た時にこういう感じで、たまにこういうの使うと、でこうやってあれに打つと見せかけてこうやってクロスにストレートにこうやって行くし、が抱くと、でラストで最後はこうやってきて打つと見せかけてこういうクロス、おこれを3つを使い分ければこのここから使える、かっこいいか悪いかで言うとちょっとかっこ悪いけ けどなんかこうやってあの無理になんかこう下がって打つ時にこうやってやって浅くなるよりかよりはちょっとなるべく下がらず、ね、下がんないように下がらず、そう高い時にこう、あそうそうやったらいい、うん、あ女の人いいかも、あそう女の人の時に、ああ言われば、いやなかなかいい画像が撮れたんじゃないでしょうか、ありがとうございました、いい動画見つかりました、これいや今日これため来たのか、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、実際あの僕も試したんですけど、こう厚切りで打つのと薄切りで打つのをね混ぜると実際にバグってしまうということで、薄切りでも高い打点で厚く打つ方法を少し解説したいと思います、まあ、さっきあの浮くって言ってたんですけど、ボール自体して、ね、低く入ると浮いちゃうんでこれ悪いね、なっちゃうんで、横切りすぎてもこれ浮いちゃうんで、ちょっとこれやってます、こうなっちゃうんで、下になりすぎても横になりすぎても浮いちゃうんで、ちょっとねこうボレーぐらいの感覚で薄切りでやる方はちょっとやっていただければいいかと思います、ボレーぐらいのイメージで打つと、テストでいいんじゃないかと。
あとですね、厚切りでスライスのフォアの低い打点を打つというのも試したんですけど、全然普通に打つことができたので、厚切りでも薄切りでも、まあ、一般の人はね薄切りの人が多いのかなと思うんですけども、打点によってグリップ変えるっていうのはちょっとバグっちゃうかなというふうに思うので、どちらか決めて練習していただければいいかなと思います。あと左手は別にチョキじゃなくても大丈夫です。